七地区西通り、大宮海町から、撮影四地区西通りは、京都市北区を通る南北の通りの一つである。北は、西か各社町地内を、南は、紫の泉道町交差点をそれぞれ奇襲点とする。北原では分岐しており、北に伸びる郷路を進めば北西方向に曲がって、静電寺へ、道なりに、東方向へ進めば、人工陰門前を経て、かも街道に至る。 紫の泉堂町を先頭に渋滞する、四区西通り住宅地を縦断する路線であるが、味園橋通以北では、昔ながらの田園風景が残っている。北端では、東海自然歩道と重なり、ハイカーの姿も見られる。前線を通じて、片側一車線ある。大宮、四地区地区を南北に貫いている上、昭和後期以降に、住宅開発が進む大宮薬師山地区及び、 原宅地区住民のための重要な生活道路でもあるため、終日にわたって交通量が多い。特に北山2に交流する南端の紫の泉堂、上交差点への南行車線は常時混雑している。味噌の橋通りとの交差点以南及び原宅した交差点以南では、それぞれ京都市営バスから市内中心部へ向かうバス路線が設定されている。 かつての大宮里の市村であり、大徳寺の北東に位置する市地区地域の西側を縦断していることから名付けられた。1909年の地形図に、玄卓、薬師山、海などの地名表記が見られ、特に現在の玄卓南交差点以北では、市地区西通りの一筋西を南北に伸びる工事が、すでに描かれていることがわかる。しかし、市地区西通り自体は、 並行する船岡東通りや北山通などと同様に1960年以降の土地区画整理事業に基づいて造成された比較的歴史の浅い道路である地形図で見る変遷五度井長坂口周辺ありがとうございます